皆さんこんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。2023年、9月22日、17時30分。どこに置いたかな。ちょっと待ってくださいね。万博の、キャラクターのギョロメの人形ですけども、目がね、目線が変な方向向いてるでしょ。たまにそういう人いるでしょ。それね、もともとああいう風になるケース、その神がかり的な力でね、ああいう風になる人、今まで何人も見てきました。実際勤務先で。神戸市立ホテルフルーツアーパークの、株式会社神戸ワインの、正社員の人でも見ましたし、秀和株式会社でもそういう風に目がなってしまった人を見ました。これはね、万博でなぜああいう風な、キャラクターが用いられているかって言ったら、例えば例を挙げて言うと、このこっちの方がいいかな、水道の、ちょっと、こう当てた方が見えやすいかな、水道のね、あの上9万円っていう金額、トイレとかの、もともとはね、どう言ったらいいんですかね、トイレ出たところの手洗うところ、そこの、オーリングもしくはパッキンの交換で良かったものを、あれも交換せなあかん、これも交換せなあかんと言い始めて、金額9万円って書いていますけども、最初14万で、書類書いてきましたから、この男、本当に。で、これね、部品代とかで、取り付け作業代だけで2万8000も取ってるんですよ。いいですか？シャープエンジニアリングなんか、一見、しっかり工事できたら5000円。で、各パーツとかも、14000円とかしてますけども、こんなに言ったらわかります？ 980 円とかで売ってるから、当たり前。こんなパーツ、例えば水道管のたったこれぐらいの長さとかでね、あんな細い水道管の1万4000とか2万とか取ってたら、もう2万って本当書いてあるから、本当にほらここ最初14万で書類書いてきた時、何をいくらで書いたのか、その書類もらえますかって言ったら、断られて、この男の代表って書かれてる。この会社、神戸市中央区にある。みたいですよ。で、その辺で悪さいっぱいしてるから。で、その、この人間が請負いなのか、まあその、仕事を教えていた人間なのか、仕事を回してた親会社の人間なのかが、こちらクーリングオフかけて、金額むちゃくちゃだから。で、両方とも、無料で交換しに来てるんですけども、その、老人男性は片っぽの目がギョロ目です。こう、目線がもう全然違うとこ向いてるから、片っぽの目だけ。本当、ああなるから。世の中本当に甘く見すぎや。悪いことするなって言ったらせんかったらええねん。万博や。やめろって言うともね。民間人が。法律で、一法律で何でも物事通していいんだったら世の中めちゃくちゃにしかならへんやろ。やめろって言ったらやめろ。万博。ほとんど世の中の人間は思ってるから。それで稼いだ、票を稼いだ人間とか全員あかん、ダメや。失格や。議員として出馬するな。誰や？一番最初に万博持ちかけてきた国は。日本は大半お金出されるんだから、どこの国を持ちかけてきた？万博の話。そいつらもギョロ目になれ。けじめつけろ。これで敬語使ってないからって、本当は敬語なしでもスポーツ勝てるから。そういう局面もある。それは読まなあかん。その場その場で。
どちらとも、どちらのケースとも経験してあるから。うまけきは対応能力。わかった？プロ野球業界の人たち。オリックス、特に、旧山一証券や。そこはもともと大変な悪さをしと。カジノ、三井住友銀行からの借り入れや。組んでるようにしか見えん。他も同じや。ソフトバンクも同じや。あの会社もともと何かおかしい。のもう他のランとか見ろちゃんと。昔からや。アーム社を上場させて売却させたりとか、ずっとコロ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 株で遊んど。で、移転や。移転中で会社の本社の位置がわからへん。逃げ回りよ。どう見ても名前見たら中国系の人や。アリババグループでわかるやろ、普通。インターネットでは韓国系っていうことになってるけど。もう嘘だらけや、この世の中。まともな社会なんかできるわけがない。こんだけむちゃくちゃだったら。以上、皆さん、万博についてしっかりとしたご対応、世界中の政府上層部と、各銀行証券会社も含めてですよ。アメリカの方でカジノ潰してくださいよ。韓国もフィリピンも中国もカジノ運営しとるところ、どうせこれ言ったらそいつらが喧嘩打ってくると思います。それ自衛官とかで迎え撃つような手配しといてくださいよ。警察官とかで。まずはその国の警察官とか自衛官が動いてね。俺らの国もこんなもんいらんわって。こんなカジノみたいなややこしいものいらんわって。もともと大した売り上げなんかなかったわって。ないない、もともとラスベガスだってだいぶ前から大赤字。これは本当の話。もう何十年も前からよ。開業してすぐや。日本の、その、大阪万博カジノ、今のところ1兆2000億円以上、さらに金額を上げてきよ。で、年間カジノに2000万人のお客さんが来て、純利益は700億円。あるわけないやろ。来るわけないやろ。どこの誰がそんなに金使って負けに来んねん。その計算式出したやつ誰や、どこの誰や、どこの国のやつや。ええからもうカジノの役員の口座全部差し押さえろ。車もや。渡航費用とかあるから飛行機になって飛び回って余計なことしに来んねんや、この国に。アメリカの会社。もともとそういうことしとったから戦争になったんちゃうんか。日米友好関係は大事にしてます。だけども、悪党に対しては、言うべき時は言うから。できんの？一般的な会社入って。言えんの？言う人間いなくなったら終わりやで、この世の中。ずーっと流れだけで動きよ。何でも税金を使い放題にして、ずーっと世の中動いと。むちゃくちゃやん、もう。消費税 10% まで上がって。まだ後の世代の付け回ししようとしよう。これは怒ってるんじゃなくて厳しい口調でものを言ってるんです。ルール、法律、民法でも正当防衛、刑法でも正当防衛あります。第何条なんか本当は言わなくていいんです。それを求めてきた裁判官が裁判官にある資格なんかないし、口座、土地、建物差し押さえられればいいんですよ。そうせえば裁判官が真面目になりますよ。法律名とかいちいち求めてこなくなって、第何条っていうのをね、求めてこなくなって。これだけ言っても世の中何にも変わってこなかった。本当はこれは事実。いつものルートで SD カードを送ったら、
これを社会に公表することによって多くの人間、自分たちの将来がかかっている人たちが大真面目に変わるかもしれない。期待しているのはそういう部分ですね。だけど YouTube で淡井圭介が言ってる重要な内容っていうのをいつまでたっても見ようとしない人間、勉強しようとしない人間、メモして覚えなかったら無理やで。いっぱいいろんなこと言ってるから。誰かは何とかしてくれる。なかったよそんな都合のいい話。僕の人生見たらわかるでしょ、どこも誰が助けてくれたの。実際に逆や、徒党を組んで無理やり隠蔽してきた。それも警察官込みで。もう二度と警察官とか公務員とかなったらあかん人間だから、警察官の中でむちゃくちゃたくさん存在するから。検察官も同じ、裁判官も同じ、国会議員も同じ。今一瞬悲しい声になったけども、誰か余計なこと考えてます。また入院させたろうとか何か思ってる人間、あれだけ人数いたらいるんじゃないですか。自分たちの悪事がバレると思って。かまだ悪いことをしようと考えてる人間。以上、皆さんチャンネル登録と援護の方本当によろしくお願いします。まとも側の人もね。なんかもう悲しい気持ちになったから多分援護ないと思う、僕への。40歳になるまでサッカーばっかりしてた、30歳になるまでサッカーばっかりしてた、野球ばっかりしてた、卓球ばっかりしてた、テニスばっかりしてた、ゴルフばっかりしていた。論外や、絶対役立たん。いまだに1円も誰も金払う。世界中飛び回って余計に燃料の消費加速させて世界中の人苦しめよ。これがスポーツの実態や。もう世界中の政府上層部の人たち、スポーツ振興法なんかいらないですからね。オリンピック早々に消滅させなかったらキリないから、一つ一ついらないもの確実に滅ばさんと。法律を、法の悪用ばっかりや、ずっと。どうします、法の悪用っていう言い方。僕の件を棄却した裁判官なんか言えなくなりますよ。あなたたちが抵抗できなくなるっていうことを僕は言ってるんですよ。以上です。皆さんしっかりとしたご対応よろしくお願いいたします。エネルギーの残存量問題、本当にこのままだって無理ですよ、どう考えても。もう日本は30年以内にどう考えても石油とガスの輸入止まるでしょうね。本当に世界中の国連の皆さん、世界各国、呼びかけて、世界中で採掘している金属にしても同じ、石炭にしても同じ、石油に関しても同じ、今地下深さ何メートルまで掘り進んでいるのか、まあその何千メートルとかもう何万メートルの話ですよ、今。もう1万メートル超えてるところは超えてるから、だいぶ前から。ロシアなんかだいぶ前から1万5000メートルまで掘ってくれてます。で、南極とか北極とかでも採掘してるんでしょう。何か出てくるかもしれないで採掘されてるんでしょう。氷の方が砕きやすいから、穴掘りやすいから。で、どうなんです実際のところ。だいぶ前にちょっとだけ見たんですけどね、北極圏で、だいぶ前かけどもう採掘始めてるんですよね、北極とかでも。その辺の見通しとか、南極とか。南極のことに関しては僕はもう全然知らないですね。記事見たことないと思います。誰か分かる人います？以上です。皆さん、たくさんいろんなこと言いましたけども、ご対応のほどよろしくお願いいたします。今この瞬間でこの淡井圭介からの話で万博通さなかったらずっと残りますよ。で、万博で金稼ぎしてた連中、その
スポーツ業界でね、採算の合わないオリンピックで金稼ぎしてた連中、懲らしめなかったら無理ですよ。法律を削除するという方法で、もう太っと連中ばっかり。もう一回インターネットで、記事流れて、ちょっともう名前忘れましたけども、事務局長、オリンピックの他国の、あ、オリンピックじゃない、万博の事務局長、他国の、やっぱり太ってる。もう太ってる人間、ろくな人間いない。もう昔からそう。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、着信通知、しっかりと、僕は YouTube 何をアップロードしてるか、それ見てもらわなかったらもうどうしようもないですから。伝えようがないから。だいぶ前から皇居も、テレビ局も受け取り拒否ですから。僕からの SD カード。もう最後の最後まで逃げ通すつもりかもしれない。まあ、精神的にはだいぶ参ってますけども、当然今日、楽天とロッテがしっかりと勝って、日本女子代表が勝つと、バレーボールの方。まあそういうところ、踏ん張って取り組もうと思います。女子バレーボールに関しては、19時ぐらいからの試合だと、思います。これもね、試合が早めに始まっていたりとか、遅れていたりとか、結構時間バラバラなんでね。皆さん、真実と向き合いましょう。以上です。